3時の JR 静岡駅前です。雨が強く打ち付けていて、傘を差して立っていても足元がびしょ濡れになってしまうような状況です。日本付近には前線が横たわり、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいます。このため県内では未明から雨が降り出し、天城山では降り始めからの雨量が午後5時までに171ミリに達しました。現在県内の広い範囲に大雨警報が、中部南、伊豆北、富士山南東に洪水警報が発表されています。また静岡市南部、沼津市、伊豆の国市に土砂災害警戒情報が発表されています。雨は局地的に1時間に50ミリと非常に激しく降る恐れがあります。今後明日の夕方までに予想される降水量は多いところで70ミリの大雨になりそうです。短い時間で道路が冠水したり、川が増水したり、崖が崩れたりするなど状況が一変することも考えられます。これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがありますので、雨の降り方や周囲の状況を確認して安全第一の行動を心がけてください。